はい、皆さんこんにちは、こんばんは、土でございます。本日も映画の動画やっていきたいと思います。本日はね、映画の動画というよりもある女優の方の動画でございます。先日ね、私がその素晴らしさをまとめる動画をねアップロードした森七菜さんのカレンダーのねお渡し会というものがあったので、そちらにね直接参加して、まあそのことについて、ね、お話ししていく動画になっております。こういったね女性芸能人の方に直接会うイベントみたいなものにね、東京コミコンを除いて参加するのは初めてだったので、まあ結構緊張したんですけれども、もうね今後忙しくなってきて、来年以降はね直接お会いできることとかおそらくねもうなくなってくると思うので、せっかくですからね、僕が今年最もベストだと思った女優さんなので、この機会にねちょっと参加してみようと思いました。今後一生に一度あるかないかのイベントだと思ったので、プレゼントボックスみたいなものにねプレゼントを入れるために、まあプレゼント用意したりとか、あとはねファンレターなるものを生まれて初めて書きました。プレゼントはね、なんかウェブで評判がいい、まあそんなにこう子供っぽくない練り香水と、なんかまあご本人もね移動時間とか待機時間とか、あとはマネージャーさんとかねスタッフさんもおそらく疲れてると思うので、ホットアイマスクをねプレゼントに用意させていただきました。じゃあ早速もう開けていっちゃいましょうか。こういう開封みたいなのやるの初めてなんですけれども、ちょっとね開けたので見ていきたいと思うんですけれども、で表紙はね多分もうそのカレンダーの告知みたいなやつでね、もう画像は出てるので、多分表紙はねこの動画で写しても問題ないと思うので、で表紙がこんな感じですね。ベロ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 、はい、ということでね、結構大きいですよね。はい、こういったカレンダーね、女性芸能人のカレンダーというのは初めて買ったので、その大きさにちょっとびっくりしてるんですけれども、でね、何枚かはサイン入りがあったみたいなんですけど、残念ながらね、サインをゲットすることはできなかったですね。ちょっとちらっとめくっていくと、はい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 、はあはあはあ、なるほどなるほど。いずれこの私の後ろに飾っていこうかなと思うんですけれども、まあ、結構大きいですね。森七菜さんが疲れる前にねちょっとお会いしてみたいなと思ったので、チケット発売すぐ取ってね、整理券番号が17番ぐらいの結構前の方を取ることができました。イベント自体はね新宿で行われていて、結構並んでましたね。でやっぱりね男性の方がもう ほぼほぼ9割以上でしたね。個人的にはね、森七菜さんの魅力っていうのはそのルックスの良さとか可愛らしさ以外に、場面場面を印象的に仕上げてくれる演技だったりとか、他のね各役者さんと共演した時のまあアンサンブルとか、そういったものにね魅力を感じていたんですけれども、なのでまあ女性ファンの方もね結構いるのかなと思ったんですけれども、やっぱりほぼほぼね男性ファンの方が多かったですね。女性の方も若い方とか本当何名かはいらっしゃいました。でやっぱりねこう会う前は緊張して、どん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 ね列が進んでいくんですけれども、ただねやっぱり僕の方がだいぶ年上ですし、18歳の方なので、できるだけね緊張せずに、すごく出演された作品どれも良かったですって言いたいなと思ってて、なんか頑張ってくださいっていうのは多分もうね十分もう今現段階で忙しいですし頑張ってらっしゃると思うので、まあそれは言わずに気軽に話しかければいいかなと思って、自分の順番をワクワクドキドキしたのが待ってたんですけれども、実際ね本物を目の前にしてみると可愛いっていう風なね印象はやっぱり正直出てしまいました。こう気軽に話しかけられればいいかなと思ったんですけれども、正直ですねもう照れが全面に出てしまって、初めましてって言って、で最初の晩餐も地獄少女もすごく良かったですって言ったつもりだったんですけど、多分僕はねかなり声がちっちゃくなってたと思います。森七菜さんはねありがとうございますありがとうございますって言ってくださったんですけれども、まあ、非常にですねちょっと僕自身羞恥心みたいなものがね前に出てきて、なんか残念な自分みたいなものをね改めて感じてしまいました。僕の中では間違いなく俳優さんとして素晴らしい方になってきますし、もう今現段階でもね名監督の方たちと仕事をしてらっしゃいますので、今年だけでもいろんなこう感動だったりとか元気をもらったりしたので、出てくる作品をねぜひともチェックしていきたいなと思います。やっぱりご本人を前にして心穏やかではいられなかったかなと、本当に短い時間だったんですけど、やっぱりこの剥がしの人みたいなもんね、そんなにがっつりはいなかったんですけれども、まあイベントのね邪魔にならないような感じで、まあお会いできたのは良かったかなと思います。はい、森七菜さんのね彼らのお渡し会に行って本人に会えたということを、まあざっくりお話ししていく動画でございました。まあこんな感じでね、たまにはまあ映画雑談的なお話もいいかなと思っております。どうもご視聴ありがとうございました。よければね、皆さんのコメント、チャンネル登録、そして高評価もお待ちしております。それではまたお会いいたしましょう。さよなら、バイ。